佐賀 BMX っていう ABCFM の番組でいつもお世話になってますよね。はい、どうも皆さんこんにちは。佐賀 BMX っていう番組を月曜日の夜8時からね、ABCFM でやってます。 DJ スキップです。イエーイ。もう和田さんとは何年付き合いかな。何年か、一番長いんじゃないですか。一番長いですね。それをね、本当は和田さんとやったんですけども、スキップクビになってひなちゃん取られたんです。それが真実ね。そんなことないです。でも最近はスキップさんがちょっとチームガタゴロからね、そういうのになってきて寂しいなって和田さんが言ってたから、今日はもう無理やりスキップさんを呼んだんですよ。最近ほらスキップさんさ、すごい忙しくてさ、最近で2人の関係よくうまくいってないんだよね。あら、そうなの。そうそう、あとね、忙しいって、こんな取り合ってさ、男衆がすごい、やめてよ。そんなのそれはそうですけど、でもね、ワルさんはもうね、4年前だっけ、ラジオでね、ラジオのキャラクターで最初デビューして、そうそうそう、それから今こんな立派になられて、いやー、よかったね。あんたばっかり、あんたばっかり。いやー、僕入ってますけど、ガタちゃん、誕生日おめでとうございます。サガットスクール、サガットスクール、昨日勝ちましたから、またガタちゃんのこの生誕祭の前祝いということで、トヨタ君のね、ありがとうね、勝ちましたね。はい、ガタちゃん、なんか言ってよ。すげえ投げた。苦手なの、こう人前に言うのがね、ちょっと恥ずかしい。夜の人だから、夜日が落ちないと元気にならない。久々の BMX いつやってるんでしたっけ。月曜日の夜8時です。はい、ぜひ皆さん聞いてください。昼は穴が出るからね。夜になるとね、スキップさんも全然噛まないから、そう、そんなことないよ。カミカミの名物なのにね。まあでもおかげでね、ガッタのおかげでリナちゃんともちょっと長くなれたりして、そうそう、ちょっとどころかも、だいぶスキップドキドキしてますから、毎回ね。私も大好きな2人ですからね。